Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Genshin Impact. Il est temps de se rendre à l'appareil des fatuits. Bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Donc nous sommes à la fin de l'événement d'été. Il a quand même pris une quinzaine d'épisodes, facile, franchement. Certains étaient plus plaisants que d'autres en termes de contenu, mais c'est déjà pas mal.想像する機会にできることなど絶対にない。どうやら宝とはあの装置のことを指しているようですね。酔いつぶれているようね。このお酒の匂い、お嬢様、私の翼で風を送らせていただきます。あ、私にもお願いします。もしもし、もちろんでございます。マシューズ、皆の者、近くを見てきたが他に人はいなかったでござる。妙ではござらぬか。ファデュイは組織であるのに、ここにはこの者しか残っていない。ましてや前回来た時はこの者さえいなかったでござる。それにこの前のふくよかな男もいなくなっている。あるいは他の場所に隠れているのであろうか。その理由は目の前にいるこの者に聞くしかないでござろう。でも酔いつぶれてるみたいだぞ。こいつの酔いが覚めるのを待たなきゃいけないのか。懲罰の聖戦を下ろさん。お嬢様は水をかけてはどうかとおっしゃっています。Bien glacé, s'il vous plaît. Tout le monde asperge le chercheur des fatuits avec de l'eau sortie de la gourde de chacun. Anata, Fadui, c'est ça, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Fadui.ファデュイ、愚かで無知なる幹部どもよ、後悔しているか。俺の研究を否定して、俺に無理やり無理やり無人島へ来させ、実験を。だから、なんで泣いてるんだよ。一体どんな目にあったんだ。俺と俺が発明した宝を愚弄した。あいつらは、あいつらは俺の発明があってこそ世界を征服することができるのに。愚かなバカどもが。ぶたないでくれ。もう実験室は爆破しないから。悪かった、わざとじゃないんだ。ダメだ、精神がぐちゃぐちゃで全く話ができねえ。初日に会った時はこのような様子ではなかった。どうやら後の数日で影響が進み、やがて狂気に陥ってしまったのでござろう。俺のレポートが、これだけは勘弁を。レポート、それはどこにあるのかしら。
怒鳴らないでくれ、怒鳴らないでくれ。フィッシュル、あまりいじめちゃダメだぞ。だったら私がやりましょう。親愛なる殿方、私を見てください。レポートをどこに隠したのか教えてくれませんか？怖い。報告を無理やり書かせないでくれ。どっか行ってくれ。おいおい、完全に想像の世界に行っちゃってるぞ。拙者が参ろう。失礼。ふっ、尻が痛い。でも頭のもやが晴れてきた。頭、それをどこに置いたか教えてくれぬか？レポート、レポート。あっちの石の隙間だ。よし、よかったな。危うくこいつの耳元で直接ロックを奏でるところだったぜ。結局はカズハがお仕置きしたけど、すごくためらってたみたいだな。やっぱカズハは優しいやつだ。さあ、探し物は近くの石の隙間にあるようでござる。調べてみよう。Dans une fissure de pierre à proximité. Dans une fissure de pierre. Je suis en train de tourner autour pour voir s'il y a une pierre. Qu'elle va me parler, entre guillemets. Ah, voilà. Ah, un manuscrit, donc le voici. やはりこの感知擬態と呼ばれる装置は人間の脳に影響を与えられるようです。それから製造者はあの研究員で、名をペルシーコフというようですね。レポートによると、ファデュイ幹部はペルシーコフの研究を支持しておらず、それどころか道を誤ったと判断した。しかしペルシーコフはどうしてもこの装置を実戦に投入したかった。そのため彼は人脈を駆使して人手を集め、装置全体を各部品に分けて無人島に運んだようです。よくこの島を見つけたな。やっぱりファデュイの情報網を甘く見ちゃダメだな。ペルシーコフは独断専行でここで実験を始めたようですね。実験に参加したほとんどがファデュイの下っ端兵士で、その全員がリスク同意書にサインしたとあります。どうやら彼らは本当にこの装置がファデュイに利益をもたらすと思っていたみたいです。装置の原理は？それはおそらく極秘なのでしょう。レポートには書いてありません。しかしペルシーコフはとある神の権能を模してこの装置を作ったと書いています。つまりその神の権能はこれらの玄武と関係のあるもの。そしてファデュイはそれについて研究をしたことがあるということでしょうか？うむ。でなければ彼らに神の権能を真似るなどできまい。Telle divinité existe-t-elle vraiment? とにかくペルシーコフの実験過程は順調ではなかったようです。装置起動後何日も経たずして故障してしまい、修理技術の未熟なファデュイ兵士によって装置をめちゃくちゃにされ、最も重要な昇格まで弾き飛び、okay. どこかに落ちてしまったようですね。修理がいかに重要な仕事であるかが伺えますね。皆様も
身の丈に合った範囲で行ってください。ペルシーコフはマッドサイエンティストですが、自分の部下が不幸に見舞われるのを見たくなかったのでしょう。それに問題が解決できなければ彼自身も狂ってしまう。切羽詰まった彼は一人で昇格を探しに外へ出た。しかし彼は病弱な研究員です。その探索は失敗に終わり、諦めざるを得なかった。その後ペルシーコフは狂気に陥りはぐれてしまった兵士たちを必死に探し、彼らを洞窟まで連れて行ってかくまったようです。島に上陸したあの日、拙者たちが会ったのはこの段階の彼らだったのであろう。ペルシーコフはがっしりとした体つきのファデュイ兵士を連れていた。そういうことです。ペルシーコフは力を尽くし兵士たちを洞窟に集めて彼らの目を覚まそうと試みました。ですが効果はなかったようですね。そういえば前にあたいたちがここに来た時誰もいなかったよな。ということはペルシーコフはその日洞窟に全員集めたってことか。そういうことでしょう。最後の数ページに良い知らせと悪い知らせが書いてあります。良い知らせはペルシーコフは狂気に陥った兵士から断片的な情報を聞き出し昇格の所在地を特定したこと。悪い知らせはペルシーコフは彼らの目を覚ますことができなかったこと。その後彼自身も影響を受け狂気に陥ってしまった。となるとこれはまた私と進化たちに出番が回ってきたようね。J'ai le sentiment de devoir assumer cette responsabilité. レポートに地図が書いてあります。マークされた場所が昇格のありかでしょう。On aurait donc 5, 7. Petit trait pour tourner à droite. Grand trait pour tourner à gauche. Ok. Bah. On va se démerder, hein.昇格を探してみようぜ。Ah, j'ai le manuscrit, je pourrais le vérifier. Bon, bah, j'essaie de trouver tout ça. Ah, il y en a que 3! Ok. Il y en a que 3? Non, j'ai mal compris le truc. Il y a plusieurs flèches en fait. C'est ça qui m'a dit que. J'ai l'impression qu'il y en avait plusieurs.Trouver les noyaux cristallins manquants. Bon bah, je vais chercher ce qu'il faut et on se retrouve après. Je dis ça, mais au moins on va faire le premier. Donc là, je suis sur l'île ici. Donc si je prends le manuscrit, on voit que sur l'image en bas à gauche, on a 3 points où on doit faire des. On peut tourner à droite ou à gauche. Ici, je suis normalement au niveau de la tour, donc celui qui est à droite.Donc c'est deux lignes et un point, donc ce serait deux à gauche et à droite. Deux à gauche. Katana wa waza o sasae. Takumi wa takara o yusu. À droite. Je dis pas de bêtises, hein. Ouais. On en a ici. Là ce serait...Droite, gauche, droite. Gauche. Droite. Ok. Et il reste celui-ci. C'est pas ça que je voulais faire. C'était celui-là. Et là, ce serait droite, gauche.Parfait! Et donc, normalement, nous avons le premier noyau. Je récupère les deux derniers et on se retrouve. Voilà, je sais pas pourquoi il n'y a plus de son quasiment au niveau du jeu, à part les voix. Et maintenant, on peut retourner à l'appareil. On y est.
れたぞ。モナ、これでいいんだよな。多分それで大丈夫です。レポートにはそう書いてありますので。しばし待とう。元通りになるといいのでござるが。Tout le monde s'assoit autour du feu pour faire des grillades et discuter. La situation s'améliore considérablement une fois que l'appareil est réparé. Après, des bruits de pas se font entendre. Les fatuis. だがペルシコンさんはまだ地面に倒れてるぞ。この装置はオイラたちが直したんだ。オイラたちに感謝しろよな。このような邪魔さえ入っていなければ私たちは完璧な休暇を過ごせていたというのに。ふん、さっさと私とシンカたちにわびよ。先に失礼する。おい、俺を置いていくなよ。ペルシコスさんがまだここにいるんだぞ。助け。あの二人は目が覚めたみたいだな。どうやら修復に成功したようでござる。やったー。じゃあオイラたちもここを離れようぜ。自分の拠点に戻って休暇を満喫しよう。Tu veux peut-être dire que c'est le campement de Klee, non?そこってオイラたちの拠点でもある気がするぞ。仮住まいってやつだな。あそこはユーヤ浄土兼ドド王国大使館といった方が適切かもしれません。サブロンカムノットカオノ。言いづらいな。オイラ覚えやすい名前の方がいいと思うぞ。さ、行こうぜ。早く家に帰ろう。La maison, c'est simple, oui, en effet. C'est simple, efficace, je suppose. Allez hop, on retourne au camp. À part les voix, il n'y a pas de son pour être dans le jeu, c'est perturbant. Bon, tant pis.ユーヤ浄土の正体満足してくれたかしら。おお、大満足だ。よかったです。お嬢様が神下の皆様を招いたのは我らが聖国の降臨を見届けていただくためだけでなく、安らぎを与え夏を楽しんでもらうためでもありましたので。すごくよかったぜアダイ。ここが好きだ。本当に来てよかった。ここは永遠なる楽土となるだろう。お嬢様は今後もあなた方と一緒に遊びたいとおっしゃっています。おう、もちろんだぜ。時間が空いたらリーウェに来いよ。あたいがいろんなとこに連れてってやる。そうだ、リーウェで一番おいしい飯屋はあたいの友達がやってるんだ。きっと気に入るはずだぜ。それから劇を見たかったらウンキンを訪ねるといい。親切な上に面白いやつと友達になりたがるから、きっと劇の話題で盛り上がれると思うぜ。Je connais les deux, ça va. ほう、シンエン殿が進めるなら興味が湧いてきたわ。旅人、拙者に一つ案があるのでござるが。Je t'écoute. 稲妻には焼きスミレウになる食べ物があり、その風味は魚とよく合うのでござる。今晩試しに果実と海鮮を一緒に焼いてみるのはどうであろうか。Si on avait déjà fait la partie sur Inazuma, j'aurais dit c'est délicieux, j'en ai déjà mangé. Peut-être possible. En tout cas, on s'est arrêté jusqu'à présent à Liyue, donc ce sera la réponse géniale. では決まりでござるな。拙者は果実をできるだけ探しておこう。味付けは、うむ。あれにしよう。ここにいたんですね。
一つ問題が見つかりました。すでに装置を修復したというのに島の元凶がまだ消えていません。うむ、それは拙者も気づいていたでござる。だが元凶の誕生に時間がかかるように消失にも時間が必要なのではないだろうか。ええ、その可能性もあると思います。それに私の水裏の番が元に戻り使えるようになったので占ってみたところ、大きな異常はありませんでした。ただ占いの結果に理解できないものがあったのです。ある種の力が私たちを囲んでいて見つめているような。装置によるもの、あるいはペルシーコフによるものでござろうか。すみません、それは私にも分かりません。ただ確かなのは今のところこの力に攻撃の意思がないということだけです。私たちに悪意はないのでしょう。Il y a un seul problème qui n'a pas été résolu sur l'île, mais personne n'est au courant. Je prends note. Oui. 邪魔がなくなり、休暇を楽しめるようになったとはいえ、海島を離れるまでは気をつける必要があります。私も毎日占っておきますので。フィッシュル殿をお守りすると約束した以上、拙者も手伝うでござるよ。ええ、お願いします。はあ、彼女たちはのんきですから。今回の件は私がより気にかけておかないと。Hey man, viens avec moi. Oh, なんだ? Allons là-bas. そっか、金融野郎に連絡するんだな。あれれ?やっと僕に連絡をくれたの?遊びに夢中で僕のことなんか忘れちゃってたのかと思ったよ。違うぞ銀融野郎、オイラたち奇妙なことに遭遇したんだ。奇妙な装置?神を模した能力?ファデュイにそんな計画があったのかい?まったくびっくりだね。その言い方、お前も知らなかったってことか。僕はただ酒場で小銭を稼いでる銀融詩人に過ぎないよ。そんなこと知ってるはずないでしょ。こいつまたそうやって。それよりも旅人にパイモン、今回は思う存分楽しめたかな。うん、すっごく楽しかったぞ。おいしいもんはいっぱい食べて、不思議な景色もたくさん見れた。最高だったぜ。Désolé, Pagman. C'était une excellente expérience. ならよかった。旅の意味は心の記録にあるんだ。忘れられない体験を残すことができれば、それだけで有意義な旅となる。その謎の声が誰なのかは知らないけど、少なくとも彼女は君たちに危害を加えることはなかった。それどころか、みんなのことを知るきっかけにもなった。そうだよね。その点から見て彼女の行動は善意によるものだったんじゃないかな。そうじゃなかったらアリスさんの発明した通信機を遮断した上で君たちを襲っていたはずでしょ。うう、確かにその通りだ。安心してくれたようでよかったよ。じゃ、思う存分遊んできて。帰ったら僕にも海島の美しい元凶のことを聞かせてね。その美しい思い出をすべて記録し、詩歌を書こうと思うんだ。これから送るすべての夏が忘れられない楽章となるように。 Chaque été aura son chant inoubliable. Ça revient tous les étés, mais avec une histoire différente. Ça marche. それじゃ、君たちの帰りを待ってるよ。休暇楽しんでね。Merci beaucoup, Venti. 金融野郎が大丈夫って言うんなら多分大丈夫だろう。なんて言ったってあいつも神だしな。信じていいと思うぞ。C'est pas faux. もう戻ろうぜ。みんなを待たせたら悪いし。さっきフィッシュルがカニを捕まえに行きたいって言ってたんだよ。
こたびの件を解決したあなたは、その充足感と喜びに満たされているのかしら。どう？安心して。危害は加えないわ。というより、私はただ偶然、この海域を通った小鳥。今は遠い場所から、あなたを見ているの。L'oiseau invisible qu'on a, dont on nous a parlé dans l'histoire de Mona, maybe? たまたま、ここには私と関係する力があった。それが気になって、浜辺に降り立ち、島の一切を伺っていたの。本当に面白かったわ。公務で忙しくとも、海島に来た人は、みんな心の底から笑顔になっていた。そして、後から来たあなたたちも言うまでもなく、輝かしい無境と美しい意志をもたらしてくれた。あなたたちの剣舞は、まるで海面上の泡のように、透き通っていて儚い。心を打つ宝永であればあるほど、私は目を奪われてしまう。私は遠出することができないの。あなたたちのような自由な人がとても羨ましい。だからちょっとした仕掛けを施したの。気に入ってくれたら嬉しいわ。けど言ったはず。私に目的はない。私はただの小鳥に過ぎない。ここに残っているのもあなたたちの喜怒哀楽を鑑賞するため。Est-ce qu'on entendra ce petit oiseau l'année prochaine? Telle est la question. あなたは特別な人よ。異なる色彩を放っている。とても気になったから、こんな方法であなたとコミュニケーションをとっているの。私の名前は気にしないで。おそらく将来、他の場所で、いつか会えるかもしれないから。その時が来たら、きっとあなたも私のことを知るはずよ。La voix disparaît. M'a-t-elle parlé dans ma tête? Oi! 何やってんだよ！早く行くぞ！ Oui, oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Rencontrer ailleurs. Où est quand? Par contre, ça c'était le symbole d'un archon. Un trigon. C'est l'un des symboles élémentaires. Et là, nous avons terminé. Navigation.Là, on a vraiment tout fait, je pense. Détail. Voilà, ça c'est les défis. Donc, nous allons terminer l'événement, si je ne dis pas de bêtises. En effet. Donc, nous pourrons commencer lors du prochain épisode. Toute valeur. Le chapitre de Acteur. Et donc, le trajet vers.Les dernières îles. Plus comment ça s'appelle. Inazuma? Maybe. Inazuma, c'est ça. Ok. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, le petit like, mais également la cloche de notification où il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.